新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け日本政府はアメリカやスペインイタリアなど70以上の国や地域からの外国人の入国を拒否していますその上で感染が急拡大しているロシアのほか中東の複数の国を新たに入国拒否の対象に加えることで最中調整を進めていて来週にも国家安全保障会議を開催し決定する方針です また、これらの国については日本人に向けた感染症危険情報を渡航中止を勧告するレベル3に引き上げることにしていますさらに政府は入国拒否の対象となっていなくても現在発給済みのビザの効力を停止する措置を取っている国や地域については今月末までの期限を延長することも検討しています。